こんにちは、ひかりです。さあ今回はおもちゃのリサイクルショップトイプラネット藤岡店さんに来ました。群馬県にある店舗になります。さあ仮面ライダーコーナーに来てるんですけど、プレ版とかね、普通のデラックス玩具とかソフビとかもいっぱいありましたね。ショーケース、ここら辺がねプレ版の CSM とかのシリーズがあるコーナーだったり、ちょっと珍しい玩具もあったりしますね。ショーケースね、いくつかあるんですけど、そのうちの一つです。そう、仮面ライダーといえば今日かな、7月1日になんかツイッターとかで見たんだけど、新しい仮面ライダーガッチャードの次のライダー発表されてましたね。仮面ライダーガブ、仮面ライダーガブってやつみたいですね。ガにウに点々でガブ、なんかお菓子がなんだろう、モチーフというかテーマのライダーになるのかなね。なんかデザインも発表されて、なんかいい感じ。もう全然なんかどんなデザインが来ても、もう仮面ライダーはてか、もう戦隊もウルトラマンはちょっとあれだけど、まあ、驚かないね。もうね、今のさ戦隊のブンブンジャーもさ、ちょっとさなんか敵戦闘員っぽくない？って気がしてるんですけどでもね、まあそれはセールでありなのかなっていう。で、仮面ライダーガブね、もうガッチャード終わるんだね。なんか最近始まったばっかのイメージだったけど、終わりはしないのか。まあ、次のライダーガブが発表されて終わるんか、もうガッチャードね。まあまあちょっとね、被る部分もあるんだろうけど、楽しみですね。ガブリアルタイムで見ようかな。そうするとさ、リアルタイムのお話をこういう動画とかでもできるから楽しいよね。で、ここら辺が100円コーナーですね。ワンダーライドブックとか最近すごい増えてきた感じしますね。まあ、リバイスのバイスタンプとかもだいぶ100円でもあるようになってきたけど、まあ、バイスタンプって元が高いからな。で、ライドウォッチ。まあ、ライドウォッチもね、高い、デラックス版とかは結構高いからね。まあ、ガシャポンのやつとかはね、安いけど。まあ、安いっつっても何百円もするけどね。500円、400円、それぐらいしますよね。もう最近さ、ガチャガチャがさ、もう400円当たり前の時代ですからね。300円のやつもあるけど、そうするとちょっとしょぼいみたいな。まあしょぼくないのもあるか。ポケモンのね、ガチャガチャって結構ね、300円でもできるの多いですよね。なぜか。なんかこれ400円で他のキャラクターとかだったら出そうだなって、フィギュアとかも300円で結構出てるんですよ、ポケモンは。で、これ辺指人形コーナーで、指人形コーナーにね、結構かっこいい指人形とかもあるし、中にはね、裏が、これとか指人形だから裏開いて、なんか入ってたけどね。裏が開いてるんだけど、裏が開いてない救い人形、人形救いとかっていうお祭りとかであるやつの、救い人形とかもあったりしますね。まあ、救い人形とかね、お祭りとかだとさ、結構高いからね。でもたまにさ、お祭りとかのさ、救い人形のコーナー、人形救いとか、スーパーボール救いとかのところに、結構古い救い人形とかあったりするよね。あ、昔から売れ残ってるんだみたいな。ちょっと古いドラゴンボールのやつとかあったりして、結構テンション上がるけど、やるかっていうとな、なかなかやるまではいかないかな。今度お祭り、夏場とか結構僕の地元の埼玉県本庄市とかでもお祭りね、夏と秋にあるのかな。ちょっと見てきて、こうなんかレトロのやつとかがあるってなったらやってくるかもしれないですね。あ、ドライブのミニカーとかまだ残ってたんだね。シフトカー型ミニカー、結構ずっしり重いダイキャスト製のミニカー出てたんですよね。あれはすごい良かった。トミカみたいで。お、100円コーナーのソフビコーナーにね、結構この800サイズぐらいのこのさ、一番最新って500サイズで仮面ライダーって出てるんですけど、その1個前の800サイズのちょっと高かった頃のやつとかもね、100円で売ってるんですよ。しかも状態がいいやつとか、ビルドとか多かったかな。そうそう、ビルド系多かったね。結構売ってましたね。最近500サイズで統一してくれてるから嬉しい。戦隊もライダーもウルトラマンも全部500サイズなんですよ。プラス食玩サイズもみんな一緒なんで、個人的にはね、500サイズが一番、まあ僕的には主流なんだけど、あの遊びやすさとか集めやすさは食玩サイズかなって感じ。ヒーローソフビのシリーズだと怪獣とか敵キャラと戦わせやすい。あとソフビヒーローで食玩で出ると、あの敵役とかも結構出てくれる場合が多かったり、あとまあ大きいサイズのソフビでは出ないあのキャラクターのソフビとか出たりすると嬉しいですね。あ、これゴーストね。そう、ゴーストの時もね、
一瞬ね500サイズ出てたんですよ。ブリスターで売ってたりとか、あとガシャポンで出てたりとかしてたのかな。一時ねガシャポン500円のガシャポンでソフビが出てた時代があったんですよね。500サイズのあのウルトラマンとかもあって結構レアになってるんですよ今は。でも今はね多分ねもう500円だと500サイズのソフビが出せないのかな。定価770円とかするからね。だからもうなくなっちゃったんだろうね。もう横長のカプセルにソフビが横になって入ってたんですよ。そう2代目ゼットンとかね結構良かったんだけど、あこれねクーガーの強い強いフォーム、紫の強いフォームっていうか、当時登場した時に攻撃受けても全然なんかダメージ受けなくて、なんかすっげえかっこよかった当時ね。ドゥン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 みたいな登場がかっこよかったですね。紫の仮面ライダークーガー、クーガーは当時見てましたよ。あのもともと僕ウルトラマンと戦隊しか見てなくて、当時ね仮面ライダーやってなかったんですよ僕ちっちゃい頃。でも今度クーガーが始まるってなって、お父さんにやっぱ仮面ライダー絶対見た方がいいよって言われて見せたんだよ。ストーリーちょっと暗いなって感じはしたけど、な物語とか映像とか。でもまあライダーとしてはそのヒーローとしてはかっこいいというか、うん、小田切城とか、あとカオルさんだっけ、なんかいたよね、あの人かっこよかったな、警察官ね。ああ、ゼロワンのこの装備。まあ、背面塗装はね、最近省略されちゃってるけど、でも、あの、造形がかっこいい、プロポーションとか、スタイルがいいというか、あと、細かい彫りとかがすごいよくできてるから、いいですね。これのね、ビッグサイズ装備、これかっこいい。色とかもかっこよくない？しかも1000円で買えちゃうっていうやつだね。これ、プライズかな？多分、ここら辺のは。このスダチ系の装備は。プライズ UFO キャッチャーの景品で箱に入ってたやつだった気がします。昔は UFO キャッチャーの景品でもソフビあったんですけど、それって結構ブリスターみたいなのが多かったんだけど、なんか最近あんまブリスターってないよね。ソフビも箱入りで、まあ、UFO キャッチャーも設定しやすいのかな、箱の方が。最近もね僕結構 UFO キャッチャーやったんですけどね、橋渡しね、あの楽しい意外と。僕昔はさ三本爪とかなんか一発で取れる可能性があるやつしかあんまり好きじゃなかったんだけど、あの橋渡しも攻略法を覚えると結構フィギュア、ね、500円から1000円ぐらいで取れたりするんで、筋肉とか取ってよ昨日とか、トロフィー楽しかったですね。ここら辺に今来てるコーナーはねボードゲームとかのコーナーですね。将棋とかウノオセロ人生ゲームとかがあるんだけど、これなんか古そう。フィギュアとボードゲームで、あフィギュアで遊べるボードゲームみたいなやつか。なんか面白そうだね。最近ねボードゲームで言うとウノにハマってます。ウノフリップ、あ中山筋肉トランプだ、噂をすればトランプとかね、こういう未開封のやつ多いし、あこれはねパズルかな、トランプのサイズなんだけどパズルなんですよ。これもワンピースパズル、ファズボードゲームね楽しいですよね。個人的にはドラえもんのなんか地球一周みたいなやつとか好きですね。今度やろうかな。おこれなんだ、ちょっとレトロ風なんだね。なんだろうこれ、こういう珍しいねおもちゃに出会えるのもねトイプラネットいいとこですよ。ほんと古今東西のねおもちゃがある。お一頭のシリーズなのかな、わかんないけど、なんていうの、ハリーポッターのボードゲームもあるね。人生ゲームとかもやりたいな。あ危機一髪だ鬼滅の刃スゴロク、奥にもなんかあるぞ。顕微鏡セットとかも売ってるんだ。まあこれから自由研究の季節とかになるからね、今ね公園とか朝の公園とかカブトムシクワガタを捕まえてる子も多いんじゃないかな。チェスだ、ガラスチェスだったんだ。今の時代結構取れるのかな、まだなんか取れるっぽいよね場所によってはね。僕的にはねカブトムシクワガタを大量に取った記憶はないんだけど、小中学生の頃ねザリガニをね取りまくってた。小学生の時に穴場をなんか おじいちゃんとかに教えてもらって取ってたんだけど、中学生の中1とかでそこに行って爆取りしてきたんですよ、自転車のカゴいっぱいに。
うん、そしたらね、共食いとかしちゃって大変だったよ。あ、スモールライト。これね、ドラミちゃんのスモールライトなんだよね。ドラえもんの妹のドラミちゃん。そう、ドラミちゃんってもともとなんか、秘密道具、新しい秘密道具の、なんか、アイディアコンテストみたいなので選ばれた作品なんだよね、ドラミちゃんね。これってさ、ルービックキューブのメーカーが出してるなんかやつかな。どうやって遊ぶんだろう。色揃えるっつってもなんか、どうなんだろうね。あ、こういうね、うん、スクイーズの派生版っていうか、進化版か。結構謎のおもちゃ早いよね。この腕と足が伸びる謎のロボットみたいなやつとかさ、イオキャッチャーで出てたりして、こういうね、リサイクルショップに今大量にあるけど、なんなの？面白いけどね。全然こういうおもちゃが流行るって本当になんか、世の中捨てたもんじゃないなと思いますね。で、こっちの方にね、なんかこういうバトルゲームとかもあったりします。はい、ここがね、おもちゃのリサイクルショップ、トイプラネット藤岡店さんです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とコメント、評価ボタンも押してってください。仮面ライダーガブについての情報、コメント欄で募集してますのでよろしくお願いします。それではまた次回。バイバイ。